ただいまこんばんはどうもただいまです今日は島旅クルーズイベントに行ってきまして無事お家に帰ってまいりましたただいまですお疲れ様ですこんばんはめっちゃ暑かったよ暑すぎてやばかったですもう汗がもうやばすぎてなんかねメイクさんが新品のティッシュを持ってきてくださったのになくなってしまうっていう汗を拭きすぎてティッシュ一箱を使い切るイベントでした汗だくイベントでございましたでもメンバーよりもファンの皆さんの方が暑かったと思う絶対にもう炎天下の中のイベントでございました来てくださった皆様ありがとうございますそして今回落選や予定が合わず来れなかったよという皆様応募しようと思ってくれてありがとうまたね今後も今回が好評であればまた今後もねこういうイベントがあるかもしれないのでまたその時に一緒に楽しい時間を過ごせたらと思いますちょっとギフト読みますカンさん音符マイク G2 さんかわいいありがとうモリモリさん音符しんいちさんお疲れありがとうコウジさんマイクゼータンありがとうこちらこそヒロシ BKK さんありがとうこちらこそだよあいたかさん音符ヒーローさんお断りですコウさんお疲れ福太郎さんお疲れ石川先輩お疲れヒーローさん、あやとくん、カーンピットさん、ハート、ありがとう。石川先輩、お断りです。ジッツーさん、音符、とっちゃん、ハート、ヒロさん、アイス、カメさん、ジュース、コカジアさん、お断りです。バラちゃん、ミュウちゃん、タカさん、ヒビキさん、ハート、ありがとう。タカさん、マイクもありがとう。マクールさん、バルーン、ありがとう。コウジさん、ネロケンさん、ミキヤくん、しんいちさん、ハートありがとう。ヤスオくんお断りです。しんちゃんさん、音符、リサーチャーさん、バラ。大吉さん、ありがとう。こちらこそありがとう。ヨシーさん、バラ。スプマンテさん、ハイビスカス。ユータくんお断りです。ガバイトさん、かわいいありがとう。マコバヤさん、音符、ミッシーありがとう。こちらこそ。フクちゃん、お疲れ。ツチノコさん、お疲れ。カエデさん、ハイビスカス、ジーツーさん、マイク、パニーさん、レインボースター、ユータくん、レインボースター、ありがとう。土の子さん、お断り。お断り。福ちゃん、バルーン、おっさん、リゼンさん、ポテチさん、コナンさん、ヨシーさん、ハート、福ちゃん、ポンプ、しんいちさん、アイス、ウッポさん、ありがとう。ありがとう。ありがとうって言ってくれる人優しすぎありがとうこちらこそありがとうだよひろし BKK さんレインボースター黒さんお疲れイハクさん音符福ちゃんマイクハイビスカスありがとうミックさんハイビスカス G2 さん広瀬小一さん音符和也さんありがとうこちらこそありがとう山さんハイビスカス藤岡猫にゃさんハートミキヤくんマイクビーディマンさんマイク福ちゃんマイクありがとうあれ読めたのかな私全部203音符実3音符読んだよね読んだよねキムさんかわいいありがとうカズヤさんお疲れシンチさん実3ハートありがとうミックさんハイビスカスありがとうマルさん音符ありがとうこんばんはそう私服でした今日はこのトップスにスカート詳しくは X をご覧ください X に全身写真載ってるので見てください私服と聞いたのは昨日の午後ですかね昨日の午後ぐらいにマネージャーさんに確認したらメイクさんはいるけど私服ですって言われて知りましたよせよせこんな感じのちょっと伝わるかこんな感じの可愛いスカートと可愛いサンダルも履いてました今日はお団子でした
お団子ヘアにしました。涼しかった。もう髪を下ろすか迷ったんですよ。でも下ろさなくて正解だった。絶対にもう今日は下ろしたらもうとんでもないとんでもないことになる。もう貞子が生まれるってぐらい暑かったので良かったです。今日髪の毛アップにして。クワドリさんマイク、テキサスのロンスターさんアイスありがとう、ゆちょさんマイクありがとう、ありがとう。今日はなんかこういうイベントでは珍しいタイプというか、あのですね、なんとメンバーとかって大体こういうイベントの時一回楽屋に戻ったりするじゃん。今回のイベントはそういう楽屋とかがなく、本当にずっと同じ空間っていう、朝からさっき解散する夜までずっと本当に同じ空間で一日過ごすっていう珍しい。そう、船だから同じ座席にいるし、そうバスツアーとかでもさバス別だったりするじゃないですか。でも今回は同じ船にも乗ってるし、ファンの方があの上のデッキとか屋外デッキ行ったりお手洗い行ったりする間もメンバーの横を通っていくっていう、そうメンバーの横を普通に通ってって行ったり来たりしてるし、普通に話しかけられるし、普通に会話して「なんでくるくる推しがいるの？」とか言ってなんかノーピがいじってて「くるくる推しじゃん！」とか言われてて、今日くるくるいなかったんですけど、なんかそういうもうすごい初めてのイベントだった。そうなんだ。しんいちさんマイクありがとう。めっちゃきのこさんかわいいありがとう。ふっちハート、徳島のひーくんハートギフト、おさてぃさんハートありがとう、けいのじさんハートありがとう。そう今日別行動のない、別行動なしのイベントでした。とっくんレインボースター、らくさんだるまとハートありがとう。見たらいだけに見たらいだけに、そう今日見たらい行きましたよ。まやず申し込みます。やったぜ。いややっぱ推しが多いからさ、どのメンバーが参加しても参加しやすいじゃん。申し込んで迷わず。グー、こんなに推しメンいっぱいプロフィール書いてるけどパセリの名前はなかった。あれいっくんお疲れありがとう。熊谷さん花束ありがとう。レネさん音符、バラちゃんハートありがとう。ヒデさんバルーンありがとう。カズキさん音符今日ありがとう。こちらこそありがとうね。暑い中しかもめっちゃ歩いたもんね今日。ありがとう。今日船のイベントって言いながらもう散歩イベントみたいな感じで本当に歩く歩くって感じ。見たらいもめっちゃ歩くし、未来心の丘までも階段すっごい登るし、でそこからまたイベント会場までも歩くし、そこからまた船に戻るまでも歩くしっていう、そうパセリ推しにもってこいの散歩イベでした。そうよ、もう暑い汗かきイベ、汗かき散歩イベだったね。陸でしか会えないイベントかと思ってた。あ、メンバーはね違うルートで行って陸で合流みたいなね。いや全然普通に一緒にシースピーカー乗って、もう丸一日お弁当とか食べる時も同じ空間で食べてた。中田さん音符、真空圏さんだるまありがとう。中田さんお断りです。いやもう未来心の丘は全部が真っ白なんよ。地面もそのオブジェみたいなのも全部真っ白だから太陽の照り返しがすごくって、
そう、みんなで階段をよいしょよいしょって言って登った。そう、楽しかったよ。あっちあっちって言って言ってたけど、本当に楽しい時間はあっという間に終わりました。そう、この季節がね、そうイベントの内容はもうメンバーとめっちゃ近くで話せるイベントだったんですよ。でももう時期が時期だからファンのみんな顔真っ赤っかだし、その各所各所でこう到着するじゃん、船が到着して降りていろんなところ歩いてるうちに、さっき会ったより焼けてるよねみたいな、さっきより黒くなりましたよねっていう、もう短時間でさ結構ファンの方の見た目がもう変わっちゃうっていう。汗もやばいし、しかも汗やばいからみんな着替え持ってきてて、着替えるから服の色も変わるしとか、もうねやっぱ日傘が大事なイベントでしたね。日傘持ってる方多かった。もう半分ぐらいの方日傘持ってた気がする。結構多かったです。暑かったね。たかしんさん、バルーンありがとう。日焼け対策バッチリでしたね。メンバーよりバッチリだったよね。ちゃんとアームカバーしとったもんね。ありがとう、本当に暑い中。葵さん、ハート。パニーさん、かわいい、ありがとう。愛媛のカープ男子さん、花束。ミクさん、バラ、ありがとう。徳島のヒーカアイス。アルテミスさん、カズキさん、ハートありがとう。ケンケン、ハートありがとう。そうなんよ、暑かったけどみんなであちあちって言いながら歩いて、メンバーだけカフェに入るっていうメンバーだけカフェに入ってメンバーだけなんか美味しいもの食べるっていうね。でファンの方はもう暑い中いるっていう、もう、暑かったね。カフェだけ別個本当にそうなの。もうカフェも入れる人数がさ限られてるからでさ、私はパフェをね食べたんよ。インスタストーリーにあげたんですけど、パフェを食べたんですよ。知らぬいっていう柑橘のパフェを食べて、でそう、他のメンバーはフードプラスドリンクも頼んでてさ、わー頼めばよかったと思って、マネージャーさんが払ってくださったんです。わー頼めばよかった、ちょっと遠慮して、いやどうしようと思って、いやパフェとクリームソーダみたいなやつがちょっとしか値段変わらなかったから、いやクリームソーダにするならもうせっかくならパフェにしよう、期間限定って書いてあるしパフェにしようと思ってパフェにしたい。いや両方いけたんかーいと思って両方っていう選択肢もあったんかって思ってね、ちょっと悔しがってた、こっそり心の中で、うわー2個いけばよかったと思って遠慮しちゃいました。そう、美味しかった。ぜひ行ってみてください。期間限定らしいから。一人で丘の上目指してた、やばいよ。あれはもうあそこも階段すごいから、あれはメンバーはね MV 撮影の時は直前まで車移動だったよ。バス移動で、でちょっと手前の階段から歩いたから、あそこを歩きで行くのはもう大変、無理よ無理、暑すぎて。エリオさん、マリオ2さん、ハートありがとう。はっちゃん、ハイビスカスありがとう。そうなんよ、お昼ご飯直前だったのでね、自転車で爆走してた。いや本当にさ、地元の人かと思ったもん。わ地元の人自転車で移動するんやとか思ったら、全然普通にさ STU の参加者で、えってなった、んってなった、え見たことある顔と思って、自分のファンの方にびっくり、え普通にあちーとか言いながら歩いてたんですよ。したら横をピューンって自転車が通ってって、2台ピューンピューンって、えと思って、いやさすが地元の人、
乗り慣れてるわとか思ってみたら全然自分のファンの方、びっくりしたよね。レンタルとかあったんやと思って。パンダさんお断りです、音符ありがとう。ジンライさんかわいい、ありがとう。音符もありがとう。ゼータンレインボースター、いっくんレインボースター、ありがとう。ジンライさんお疲れ、スリザルさんハートありがとう。ナーピのバイオリンはあの人は持参してました。もう朝集合場所に来た時に、いやナーピ荷物多いなと思ったんよ。いやなんか一人だけなんか荷物多いし、なんなんやろうと思ったら船でバイオリン引き出してびっくりした。特技披露の会が始まったんよ突如。ゆうちゃんハイビスカス、ナルシさんマイク、プーさんラブレター、ハルさん音符、ミキヤくんハートありがとうございます。街並みを堪能しましたね。暑かったからもう堪能したいけど堪能できないみたいな感じだったよね。また涼しくなったら行けたらいいですね。涼しくなってから改めて MV 撮影地をゆっくりゆっくり。楽しかったよ。Cスピカで、あのおきまいさんがね前にシースピカでイベントしてて、2人仕事みたいな、おきまい仕事みたいなやつがシースピカだったんですよ。だから私シースピカ決まった時に、おっおきまいさんのシースピカじゃんってなったから、今日おきまいさんと同じこうなんかソファーみたいなところが屋外デッキにあって、そこでこうやって写真を2人が撮ってたから真似して撮りました。であと椅子でも撮った、おきさんがグレーンって座ってた椅子で私も写真撮って聖地巡礼した。実は私もこっそりねお決まり聖地巡礼してました。楽しかったよ。この前乗ったシーパセオとはまた全然違った、どっちにも良さがある感じ。ぜひぜひ今日来れなかった方もぜひ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 ね乗ってみてください。しおなさんハートありがとう。イベントお疲れ様でした、ありがとうありがとうね。お弁当、お弁当の芋天が美味しすぎたんだけど、お弁当はあのね御手洗に到着した時にその船が泊まるとこの近くにね弁当屋さんの車が止まっとったんよ。いやあの車の弁当かな、いやまさかねとか思ったら、そう、その弁当でした。高級弁当らしい、スタッフさんが言ってた、イベント前に言ってた。ひなさんハートありがとう。リコチしか知らなかったのがしっかりパさん覚えました、わーいわい嬉しい嬉しいよ。梅さんハート、黒さんハートありがとう。黒さん音符もありがとう。椎茸が美味しかった。煮物が入っててね、高野豆腐とね、椎茸とね、めっちゃ美味しかった。エビは殻付きだった。アイスは出なかったけど、カフェで食べました。カフェでパフェを食べたよ。プーさん、レインボースター、マモルさん、マイク、しんちさん、だるま、ありがとう。行けばよかった。ね、今日落選して行けないですって方もいて、80人今日参加してくださった方80人だったみたいで、そう参加人数80人イベントだったから、また次回リベンジしてください。そうたくさんの方でゾロ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 街を歩いてた。
列をなしてた。すごかったよ。なんかその地元の人たちとかが、カフェの店員さんとか、その商店街を通ったんですけど、塩町商店街かな、人田の塩町商店街を通ったんですけど、びっくりしてて、商店街の方々も、えみたいな、こんな、え、何の団体なのみたいな言って、で私のファンの方が、なんか STU ですみたいな、この子 STU、 いや、これが STU みたいな紹介されてさ、これ呼ばわりされたのこれ STU、 STU って紹介されて、でっかい声で、こちらとかじゃなく、そう、これって言われた。重かった。あ、あとね、その商店街でなっちゃん、なっちゃんとかこうこさんとかひなさんの過去に行ったそのロケ地があって、コロッケ屋さんがあってね、写真が飾ってありました、入り口のとこに。いろんな芸能人の方が飾ってある中に、なっちゃん、こうこさん、ひなさんの3人の写真もあって、だから STU ファンの方はぜひ聖地巡礼にもってこいな場所なので、ぜひ行ってください。ぜひぜひぜひ。あと、ソタロウもプライベートで行ったことあるらしいので、ぜひ。メロンのあそこさん、ゆうちゃん、マイク、いっくん、レインボースター、チョコの奴隷さん、ハート、徳島のひーくん、レインボースター、パパパンダさん、似合う、ありがとう、ヒロさん、花束、ジャクソンさん、バラ、メロンのあそこさん、だるま、ミキヤくん、チョコの奴隷さん、ハート、ありがとうございます、ありがとう。 L さん、音符ありがとう。確かにああいうところで知名度調査したら楽しそう。観光客の方もそうだけど、ね、でも知ってくださってるといいな。しゅんさん、お疲れ、ありがとう。照り返しで暑くなかった？めっちゃ暑かった。私がちょっと歩くだけで汗が出ちゃうから、メイクさんがパセリちゃん汗拭いてって言って、もう顔にティッシュパーンってポンポンポンってつけて、パパパパパパンって、素早いスピードでパパパパパパパンって汗をいっぱい拭いてもらいました。それを今日は 2,30 回繰り返してた。もう少し歩いたらもうすぐ出るの、汗が。もうすごかったよ、メイクさんのプロでした。そう、そんな様子も見れるし、メンバーがちょっと靴でこう、靴のさ、高さがあるとこうカテってなってさ、足をふくってなるじゃん、カテみたいになるじゃないですか、なんかコントとかでさ、カテみたいになるとき、あれみたいな感じでカテってなるやつも見れるし、あとメンバーが寝てる姿とか、メンバーがメール送ってる姿も見れるし、メンバーが写真を撮ってるの見れるから、 SNS で後で見た時、あ、この様子見たわってもなるし、何でも見れる。そう、素敵イベントでした。すごかったよ、距離感めっちゃ近い。マルヒナさん、バルーンありがとう。そう、台風ね、台風消滅したんでしょ。今日イベントに来た方とかもさ、関東とかから来てる方もいらっしゃったから、気をつけて帰ってねと思いながらお別れしました。私は今日は寝てない、私はずっと起きてた。カートリさん、レインボースター、白熊さん、ハートありがとう。ねえ、そう、受信も心配です、受
私も心配。え、台風明日来るの？そうなの。消滅した台風は何だったん？消滅しましたのやつは違ったの？消滅してはないの？え、隣にあったやつ？じゃあまだ来る可能性がある。違うやつなんだ。私さ、このこれを見たんよ、イベントの終わった後に。これを、この画像を見たからもう全部なくなったのかと思ってた。違うん。あ、よかったとか思ってたのに。7号が来るんか。8号が消えて7号か。紛らわしいね、この。じゃあ気をつけて。今日広島に来てくださった方も新幹線とか帰れないと思うから気をつけて過ごしてくださいね。あのショールームよりも自分の命優先で行動をお願いいたします。エジリン、ハートありがとう。チョコの奴隷さん、ハートありがとう。フレーベさん、マイク、ロエンさん、音符とハート。ふみやきさん、ハイビスカスありがとう。ベニちゃん、だるま、ミキヤくん、ハートありがとう。確かに土曜日の大阪もそうだね、そうだね、大阪に行くのも影響でそうだよね、関東からだと。本当だね。りっくん、音符、しーちさん、ハートギフト、ぷーさん、アイスと回復薬ありがとう。あ、今日はお泊りして、あーわーわー。お盆休みとかでさ、帰省してて明日から仕事とかの人はもう大変よね。そういう場合もう有給使うしかないのかな。大変。そう、あさっては大阪で住みの絵。そうなの、そうなの。ボートレース場でイベントがあります。そうなんですよ。そう、無事に開催されるといいな。でも、え、来るまでの方々も大変だから。室内、室内、イベントは室内だけど来るまでが大変だよ。危ないもんね。りっくん、音符ありがとう。こんばんは。ね、そう、安全に、自分の命優先で安全に過ごしてください。お過ごしください。うん、今日はもうゆっくりする、ゆっくりのんびり過ごす。でも今日あんまりさ、もうずっとさ、あの帰りとか行きとか移動中は喋れなかったから、じっとしててさ、全然なんか暑さで体力を使ったけど、全然なんかそんな会話できなかった。みんな自分の席にいたのでね。だから同じ空間にいるのに全然喋れんかった。喋り足りませんでしたね。ミータピッポさん、ハートありがとう。無事に今日まで体調を崩さず来れたから、ちょっとほっとしてます。
船酔いも大丈夫だった。酔い止め飲んだ。ほっとしてる。まだまだあれだけど、21のマイカーはまだあるけど、ちょっとさ、このフェスとか続いてたので、フェスお話し会続きだったから、ここで体調崩したらやばい、やばいぞ、全部が終わってしまう、やばいと思ってたけど、無事木曜日まで来れました。あとは明後日と来週水曜日とで、8月のイベントは終わりかな。あっという間にもう8月上旬が終わりましたね。和也さん、いいね、ありがとう。帰れん、うわうわ。猫は猫で猫さん、マイク、アイスレモンさん、オープンありがとう。ゆっくり休む。もうちょっと話したらね。オートミールの袋が減ってる。そうだよ、そうなのよ。でも今日の夜また1個減りそう。ミキヤくん、ミックさん、ハート。陣内さん、アイスありがとう。もう帰ってきてからもう1個アイス食べちゃったんよ。アイス食べてちょっとウィーってする時間取ったので、結構今は元気。後から来るかな、その炎天下のダメージが。もしかしたら頭皮焼けたと思う。頭皮いっぱいスプレーしたのに焼けた気がする。シャンプーが痛そうです。うん、アイス食べて一旦一休みした。しんいちさん、マイク、エリオさん、ハート。ゲンゴロウさん、音符。ノブさん、アイスありがとう。ありがとう。そう、日がさしても照り返しがすごかった。徳島のひーくん、ハイビスカスありがとう。ユタパパさん、タコありがとう。タコちゃん、ここが開けるんですよ、結んでると。ここの線が。ひろっちさん、お疲れ、ありがとう。なんかさ、アドレナリンが出まくってるかも今。アドレナリン、今日ビンゴ大会もしたの。ビンゴ大会と、あ、景品もらってない。なんか今日ね、島チームと旅チーム、島旅クルーズっていうイベントだったんですけど、島チームと旅チームがもう事前に組まれていて、全然なんかその自分たちでお願いしたとかではなく、ソラパセチームとリコちゃん、リオツン、ノアピの3人チームの、今日5人だったからね、 2,3 のチームで、笑顔、笑顔と夏、そしてエモいっていう3個の3種類のね、写真でこうバトルをするみたいなやつだったんや。ファンの方が拍手をしてどっちがいいか決めるやつだったんですけど、そうで2問目までで1対1だったんや。で3問目の写真が知らない間に撮られてる写真で、知らない間に撮られたソラパセの写真を向こうチームがこう提出してて、で向こうが勝ったんですけど結局。でも、いや肖像権みたいな、肖像権はこっちじゃんみたいないう意味わかんないことを言ったら、まあ、5人全員景品獲得ですみたいになってね、もらえますってなったのに、もらってないや。あれあれれ、おかしい、忘れてた。ショウヤンさん、タコ
ハートありがとうございます。あれおかしいな、あれれおかしいぞ。うん、どんな景品なんか景品が最初となんか違ったんよね。最初はまた違うやつだったんですけど、なんか天岐になるみたいな噂を聞いてたんよね。でも実際は分かんない、もらってないから。コロネさん音符ありがとう。なんか最初はグリーン車の権利みたいな言ってたよ。グリーン車にグレードアップできる権利みたいなのが景品みたいなの聞いたんだけど、で違うって言われて天城風になりましたって言われたけど、もらってない。ミシェルボーイさんハートありがとう。ね、なんかアイドルがさ天城風をもらうイベントって何。いや生々しい、そうなんよ、生々しいよ。ゆたパパさんお疲れありがとう。でも前もボーリング大会があったんですけど、ボーリング大会の優勝チームも天城風だった。あ違う、スタバのギフトだった。スタバのギフト券みたいなのもらったから、なんかちょいちょい生々しい景品が。ロデムさん音符、ひろやさんハートありがとう。ジャーパングさんハイビスカスありがとう。こんばんは。ね、そうスタバのギフトカード助かる。しかもフードも使える系のやつ助かるよね。ね、そうなんだよね。ギフト券とは言ってるけど、ギフトカードとはいえもう金銭のやり取りしとるからね。生々しいです。ね、いやでもまあ。嬉しいよね。使えるもん。しーちさん、コワンありがとう。カタログギフト？カタログギフトやったら何注文するやろ。もう最近のカタログギフトすごそう。何でもありそう。メロンのあそこさん、レインボースターありがとう。レインボースター。この団子が大きすぎてさ、団子のこの立体感すごすぎてオートミールにぶつかる。ほらオートミールに。久男さんハートギフトありがとう。広瀬浩一さんマイクありがとう。マルヒノさん音符ありがとう。ほらオートミール。今日はピンがいっぱい詰まってそう。今日はさ踊ったわけじゃないから、いつもより汗が入ってない感じがする。いつもライブの後とかはフェスの後とかはこの団子に団子をポッて触っただけでひんやりするというか、しっとりするというか、わここに汗詰まってんなみたいな感覚がわかるんですよ。でも今日は踊ってないから全然乾いてる。汗はかいたけど多分中の方は湿ってる気がするけど、外側はまだ乾いてる方だ。ほどいたら大変かも、汗が染み込んで。そう汗吸うんよ。そうなんよ。バスケ部時代もさ、お団子ヘアした日はお団子からポタポタ体育館に汗が落ちてて気まずかったの。すぐ居場所がバレるんよ。わさっきまでここにいたんだろうなみたいなバレるからめっちゃ気まずかった。気まずすぎた。汗の痕跡、ヘンゼルとグレーテル。
団子団子三兄弟じゃじゃ。おりちゃんハイビスカスありがとう、ありがとうございます。今日何もお土産とか買ってないや。そういうなんかお土産タイムとかなかったんやけどさ、もうファンの方は行動が早いからテキパキ行動してお土産屋さんになんか買ってたんよね。私もなんかゲットしたかったな記念に。何にも買えてない、お土産話しかない。何買ってたんだろう、気になりますよ。あとね、あの今日の朝の話しよう。今日の朝食べたこの、ちょっと待ってね、このね、ちょっと待ってよ、これこちらじゃん。これ広島だけかな、わかんないけど、この広島県産トマト使用のこのサラダがめっちゃ美味しくて、ちょっと食べた後なんですけど、この写真撮ったのがセブンイレブンのこのねサラダが美味しすぎて、何が美味しいかって、このドレッシングも角切りのトマトが入っててめっちゃ美味しかったんよ。そう、リピートしようと思ってるぐらい。トマトとチーズが入ってるんですけど、トマトとチーズさらにトマトのドレッシングっていう、トマト尽くしのね美味しいサラダを発見しまして、今日の朝ごはん食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。他の地域もあるか分からん、広島は絶対にあると思うけど、あるかな。セブンイレブンって地域限定の商品多いからね、東京はあって広島はないとかも結構あるから、ちょっと分かんないけども探してみてください。サラダ売り場にあります。これはあのもう空っぽ、食べた後の様子がこれです。あるかな、え、めっちゃ美味しかったよ、調べてみるね。トマトとチーズのサラダ、セブンイレブン。お、やばい、ないです。みんな秘宝です。検索したところ、販売地域あれどこに書いてあった、さっき出てきたのに。販売地域島根広島山口って書いとる。え、島根広島山口でしか売ってないらしい、なんてこった、秘宝ですよ。店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。また予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追いつかない場合は、掲載中の商品であっても販売を終了している場合がございますって書いてる。へー、なんなの。でも新商品だって、8月からの新商品っぽい、8月6日からの新商品って書いてる。へー、めっちゃ美味しかった。このドレッシングが、作り方を教えてほしいってぐらい美味しかった。こんな感じです、見た目。あれどれ見せたらいいんだ、こんなトマトとこのチーズも入ってんので、ドレッシングにも刻んでるトマトが入ってて、オリーブオイルとか好きな方は好きな感じやと思います。美味しかった。そう、カプレーゼみたいな、そうそう。でも分かんない、なんかさ、ファンの方っていいもの食べとるやん、いいもの食べとるからさ、いや
俺が行く料理屋さんに普通にそういうサラダあるよとか思っとるかもしれん。私はこういうサラダを食べることがないから普段感動してしまった。広島駅のセブンにありませんでした。いや行動早っ行動早ないですか。広島駅セブン多いよね。あの改札の外だって2個で、それで改札入って新幹線のホームにもあるからセブンイレブンだらけ。早いな。貧相な食生活嘘だ。何食べとん逆に。私は今日夜ご飯まだ食べてないんよ。もうなんかさ暑すぎて何食べようって、何が食べたいか分かんないんよ。難しくない夏のご飯決めるのって。よもつくさん、ハイビスカスありがとう。トマトは食べられるけどサラダのトマトは苦手。いるよねそういう人。私はトマトのなんか温めたのが苦手です。あのスープとかに入ってたりとか湯むきしたトマトが苦手かも。あのザラザラ感かな。私は皮のプチプチ感が好きだから、そのなんかベニョ感、ベニョベニョ感っていうがちょっと違う食感に感じてしまう。そういうのあるよね。トマト大好きよ。でもプチトマトとかよく買うよ。ミニトマトか。ジロ君、音符ありがとう。やっぱ冷やし系か、冷やし中華とか食べたい。阿部寛さん、推ししか勝たん。ありがとう。推ししか勝たん。何食べようかな。今日食べたチョコモナカジャムはパリパリがやばかった。気になるわ。たまにあるよね、なんでこのパリパリすごいなってやつ。昨日それだった。私とんでもないパリパリに当たった。すっごい、たまにしかとんでもないのには当たらんけど、おすごいパリパリってやつあるけど、とんでもないパリパリってやつ本当にねあるんよ。絶対出来たてでしょってぐらいパリパリなやつ。つかさん、ハート。メビウスさん、バルーンありがとう。まあ、辛いものいいね。私辛いもの大好き。辛いもの大好き。うっかりあんこさん、お断りです。私は辛いもの好きなんですけど、よく一緒にお出かけするソタロウが辛いの苦手なんですよ。だから辛いお店に行く機会がないので、辛いもの好き、辛いもの好き仲間たち、おすすめのお店を教えて。カラブ行ってみたい。カラブだっけ、よくほのたんさんとかみんなさんとかさらちゃんとかが行ってたところ、今行ってるかわからないけど、カラブだっけ。カレーは、うん、でも辛い、あの自分でカレー買ったことないんですけど、お店で。でもあのさ、オーベルジーヌとかお弁当もらった時は辛い味を選ぶ。オーベルジーヌも1年食べてないかも。オーベルジーヌを欲している。ベストさん、音符。林藤夫さん、ハイビスカス、ありがとう。カラブよく行く。美味しい？あちこちにあるイメージよ。わあ、台湾ラーメン。台湾ラーメンのさ、ベビースターをいつもお母さんがね、大量に買ってきてくれるんですよ、私に。愛媛県にお父さんが単身赴任してるから、そう行くたびに
ベビースターの台湾ラーメン味をねもらうんやけど、めっちゃ辛い、水が進む、でも癖になるの、あの辛さが癖になる味だぜ。あれはおすすめです。でも台湾ラーメンは食べたことないかも。袋麺で食べたお母さんが譲ってくれて袋麺を食べたことあるけど、本場のちゃんとしたお店のやつはまだないかも。あ、愛媛県じゃない、愛知県です。愛知県です。こんばんは。私の脳がもう脳みそ疲れてたかも。自分では愛知県って言ったつもりやって、でもなんか違うなと思ってたよ。なんか私違うと思ったけど、もう脳みそで変換されとった。最近愛媛の話しすぎたかもしれん。良平さん、かわいい、ありがとう。ニュータンタンメン、ニュータンタンメン食べた。2年前にケータリングで食べたやつや。辛ラーメン、辛ラーメン辛いよね。あれは辛いよ。コウさん、お断りです。普通に言い間違いだった。自分の中、頭の中では普通に愛知県って言った記憶、気持ちだったんやけど、勝手に口が愛媛県って言ってた。多分漢字、脳内のこう漢字が並んで普通に口から出る単語が違った。1文字目が同じだから。ね、本当よ、ヘッドホチSTU としてのなんかそういうプライドみたいなのが働いたんかもしれない。普通に言い間違いでした。マーラータン食べたことないかも。食べてみたい、食べてみたいよ。確かに愛媛高知で混ざって愛知、え、思ってる人いそう。本当だね。え、この前ね、この前 YouTube で YouTuber さんの動画見とって、で、あの、私たちが出演させてもらった TGC 松山の時に同じステージに出てた方の YouTube 見てたら、あの、愛媛旅行をしたんよ、前日とかに。前乗りして愛媛旅行をするっていう動画が上がってて、それを見てたんですよ。そしたら、四国は、四国といえばみたいな、高知とか、なんかこう話が出ててね、愛媛高知とかそういう話になってて、いや、高知って何が有名だっけみたいな話の中でね、名古屋高知でしょって言ったの、その YouTuber さんが。それはさ、もう高知のさ、そのさ、名古屋高知のその高知の方に引っ張られてて、別にさ、名古屋高知違うやろって思ったけど、全然テロップとかでも修正されてなくてそう、自分的にめっちゃそれがツボで、普通にさらっと受け流されて、誰もツッコミせず次に行ったんですよ。びっくりしたな。そう絶対違うやろと思って、名古屋コーチン、そういうコーチンじゃないやろうと思って。明日コーチ行く、やば、え、行動力やばない、何しに行くの。ユタパパさん、ハイビスカスありがとう。名古屋コーチン、めちゃめちゃ名古屋やってるやんと思ったけど、私もさっきさ、愛知のこと愛媛って言ったからさ、もう人のこと言えんわ、人のこと笑えんわってなった。コーチ、
ばんは。のりそばとのりうどん、おいしそう、さっぱりしてそう、いいな。何食べよう、ほんと夜ご飯悩む。冷やし中華とかかな。でもコンビニに買いに行く気力はないわな。ないな。いや、そうめん食べたいよね。わかる、わかるよ。でもなんかお酢とか、お酢が効いた酢の物とか食べたい気持ちもあるよな。今日の弁当に入ってたなんか酢味噌の和え物みたいなやつがめっちゃ美味しくて、緑の葉っぱ、何物かわからない緑の葉っぱと酢味噌を和えたやつがあったんだけど、いやめっちゃ美味しいと思って。あと椎茸の煮物と、そうで、ご飯がちらし寿司だったんですけど、それも酢飯だったんよ。美味しいと思って、最高。あと芋天ね、美味しかった。あと魚も入ってて、焼き魚の塩気が強めで美味しかった。ここ数年で食べた焼き魚で一番塩がちょうどいい、程よい好みの塩分量でした。濃すぎずだけど強いみたいな感じだった。なんと明日最寄り駅の計画運休が決定。どうする、通勤どうする、徒歩か。運休しとる地域なのに徒歩はちょっと無理。もう家でリモートワーク、在宅ワーク大変大変だ。ジロ君お断りです。終わり。確かにこれで休みですってなる会社はいいけどさ、休みはあげませんよみたいな会社やったら頑張らんといけんもんね。自分だったら喜んで休みます。喜んで休むタイプなんや、意外、意外だよ。サッタンお断りです。しんいちさんお断りです。そうだよ、出歩くのも危ないからね。なるべく今日のうちに早めにご飯とかいっぱい買うんだよ。楽しい時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。こちらこそです。本当にもうこんなに暑い中なのにさ、なんかみんなニコニコ楽しく盛り上がってくださって嬉しかったよ。救われたよ。暑くてやってらんねえよって絶対心の中では思ってただろうに、態度になさずちゃんとこう大人の対応をしてくださって優しかったよ。G2 さん、ペンライトと、あ、ペンライトとペンライト、緑と白ありがとう。猫は猫で猫さん、ワンパありがとう。スーパーに買い物行ったらすっからかんだった。わかる、台風のさ時とかってスーパーすっからかんなるのわかる。まずお客さんが買い占めるのと、そのトラックとかが来れないからだよね。ね、その運んでくれるトラックが大変だからだよ。そうなの、命の歌フェスの時間変更になった。そうなの、今日おばあちゃんからね、楽しみにしてるねって。今日おばあちゃんね、入院中なんですけどね、入院中だけど命の歌フェス見るね、夜遅いけどちょうど目覚める気がするみたいな連絡をくれたの。変更だったのか、台風の影響。ちょっと告知しなきゃね、ちゃんと。おみかんさん、ラブレター、つかさん、ハート、陣内さん、ハイビスカさん、ありがとう。8分遅くなる、
分かった、告知する。命の歌です。今日 SNS がさ、ちょっと電波の問題で見れず、ちょっと待ってよ。ポストしましょうね。ポスト、ポスト、ちょっと待ってよ。ポスト、ポスト。歌フェス、自分の投稿を遡って引用しちゃおう。引用しようと思ったな。この写真じわじわ来た。このさ、お腹が出てたから隠すためのこのバッテンスタンプ、じわじわじわ。もっとあったやろ方法。じわります。じわっちゃうよ。命の歌フェス、どれに引用しよう。これに引用でいいかな。本日、本日広島放送局のやつを、そうね、それを見て、そう変更時間をチェックしたんやけど、今なんか甘えかなとか思っちゃった。公式が出してるの引用ってちょっと甘えなのかなとか思って、自分の投稿遡ったけど、あのへそバッテンの写真しかなかったから、ちょっともう公式さんのやつを、それが一番正確だもんね、情報も。そうしようかな。本日、本日全国放送ですって書く。ハッシュタグ命の歌、あ、歌 S、 本日全国放送です。本日全国放送です。本日待ちに待った全国放送です。台風の、台風って言ったのに財布って出てきちゃった。財布じゃなくて台風だよ。財布の影響やめて。台風の影響で放送時間が変更になっているため、財布の影響はやばい。録画リアタイの方もちゃんとおばあちゃんにも教えなきゃだ。リアタイの方も録画の方も、お願いします。
計、時計の絵文字。ハッシュタグ STU48。すいませんね皆さん、申し訳ないです。8月本日、NHK 総合NHK 総合合ってる NHK 総合深夜2時38分からやりすぎてる。ちょっと iPad などで時間が、今さよくさ、おじいちゃんおばあちゃん家にいた時に LINE の送り方教えてって言われてさ、おばあちゃんがこうやって頑張って打ったりするの、その気持ち今 iPad でさ、 iPad で頑張ってます。 NHK 総合深夜、本日深夜、あ、間違った、違うとこに映った。本日深夜から、あ、また間違った、ほい、みんな検閲お願いします。いきます。ハッシュタグ命の歌フェス2024、本日待ちに待った全国放送です。台風の影響で放送時間が変更になっているため、リアタイの方も録画の方も時間の確認をお願いします。 NHK 総合本日深夜2時38分から。どうだろうか、改めて時間の確認をにしよう。良い？グー？鈴木のグッドくれる？鈴木のグッド。天才？そんな褒められるの？甘々すぎない？こんな甘かった、みんな。こんなだったっけ？みんな優しい。グー。ではポストします。みんなに通知が行くかも。せーの。せーの、せーで、あ、写真もつけよう、せっかくなら。え、写真さかのぼる、写真もいるよね。ちょっと待ってよ。あれ、そうね、かわいいのつけちゃおう、とびっきりかわいいのを送っちゃおう、ぜひ見てね。でもあまりに漏れすぎてるのを使ってしまうとテレビのたどりと違うくなったの困るので、ちゃんとね、同一人物の写真を送る、大事大事ですよ。うん、いい感じの程よい漏れ感で、ふふ、程よくね。あ、見つけた。どれにしようかな。どれにしましょうかな。どうしよう。どうする。あ、これにしよう。これにしちゃいます。投稿するどん、えい、投稿した。投稿したよ。東京の番組表では2時半から。え、
そうなの？地域によって違う？もしかして違う？嘘。漏れてるでしょ、かわいいしょ、きたどん私が最近語尾にドンってつけちゃうから、きたどん、大丈夫かな、 OK かな、グッド、よし、はあ、ほっとした、無事に遅れてほっとしました。ゆたパパさん、ラブレター、いっくん、レインボースター、ケンタロウカープさん、音符、カズヤさん、ゲームギフト、しんいちさん、ゲームギフト、ジンダイさん、いいね、ジツーさん、拍手、ゼータン、いいね、プーさん、尊い、カズヤさん、ファイト、スカイホエルさん、レインボースター、ジツーさんもレインボースター、アビヒロシさん、レインボースターとハイビスカス、ありがとう、おみかんさん、いいね、ありがとう、レオンさん、とっちゃん、ハート、スカイホエルさん、レッカのりょうさん、音符、あとバルーンもありがとう、プーさん、なんだっけこれ、夢川くまちゃん、のりさん、アイス、ありがとう、ありがとうございます、プーさん、ジュースありがとう、メロンのあそこさん、マイクありがとう、ありがとう、大阪も2時半じゃあ地域によって違う、一応28分に、38分になったのか、じゃあ30分からもう予約をしてみてね、おみかんさん、かわいい、ありがとう、ジロくん、レインボースター、ありがとう、そうだよね、もともと2時半からだったけど2時38分からになるよっていうあれだよね、 OK か、改めて時間の確認をお願いしますって書いたから、みんな自分の住んでるとこのやつを見て OK かな、 OK かしらね、難しいねこういう時ね、災害とかがあると天気とかだと急に変わるから、口大事、はっちゃん、マイク、ジドくん、バルーン、ありがとう、マッスン、ハート、ありがとう、8分多く仮眠できます、寝過ごさないように、東京は2時38分、お、じゃあ変更になってるね、そうですよね、今ってさなんか自動で録画してくれたりするけどさ、私もよく録画し忘れて悲しんでいた、 NHK のホームページ見たら東京も大阪も広島も2時38分、あ、よかった、ありがとう、教えてくれて感謝、もうすごく感謝、ありがとう、のぶろうさん、ハートありがとう、でも半から録画してもあ、そっか、終わりの時間が短くなるのか、パンちゃんありがとう、5人全員もっと好きになった、やった、ありがとう、こちらこそ暑い中盛り上げてくれて、盛り上げ隊長ありがとうね、いっぱい水分とってね、アイスも食べて、かき氷も食べて、リコチの写真集でも見て、まったり過ごしてください、なんか今日シースピカにリコチの写真集を持ってきてる人いた写真集持参の人いたんやけど、一緒に見たらよかった、写真集持参強い、そうそうなの、も
もみんなね個性豊かな人々が集まっていて楽しかったです。元気な人、元気な人多かった。いっぱい話した、いろんな方と、初めて会う方とも話した。しんいちさん、だるまありがとう。けんたろうカープさん、マイクとハートと音符。キャンシュさん、かわいい、ありがとう。ありがとう。そっか、あかりんさん、そうだね、あかりんさんショールーム、そうじゃん、写真集のお知らせしますって。そういえば、ツーショットの修羅場が面白かったね。そうなんよ、なんかね、ノアピ推しノアピ推しの人が結構なんかリオツンのとこ行ったりしてて、そう、なんか 2.5 期修羅場起きてた。びっくりしたよ、みんななんかバチバチでバチバチだったよ。レフトさん、バルーンありがとう。でもよくさ、お見送りとかで会う方で誰推しなんだろうって思った方がリオツンとかノアピのレーンとかにいて、あ、 2.5 期推しやったんやって私も今日知れたし、よかった。あの、初めて見る方もいたし、顔をしっかり覚えました。完璧。聖地巡礼のメンバーでパセリだけ厚底。いや、パセリだけじゃないよ、パセリだけじゃない、スタローもなんか靴がこの前壊れたらしくて靴を貸しました靴貸した。あとは他のメンバーはどんな靴だったかな。でも私のやつはなんか底がふかふかのやつで歩きやすかったです。歩きやすサンダルだった。なんかね、昨日私服ですって知ったからどうしようと思って、どうしようどうしようと思って、そしたらなんか他のメンバーはもっと早くしてたらしくてそう、もうちょっと早い段階でしてたらしく、昨日買いに行ったらしいんですよ、何人かのメンバーは。でそれでどんな服着るのって言ったら、結構ドレッシーな感じで二次会に行くような感じみたいな言われて、なんかわかる、二次会とかのドレスわかる、同窓会とか結婚式とかの二次会でよくあの女性の服が売ってる服屋さんとかの端の方にあったりするんよ、そういうドレスコーナーみたいな、ドレスすぎないけどそういう二次会に行ける服コーナーみたいなやつがあったりするんですけど、そういう系のって言われたから、え、やばいと思って私さ、普通にあのスポーツサンダルで行こうとしとったんよ、ジーパンにスポーツサンダルとかの方が歩きやすいんかなと思って、どうしようと思ってたからやばいと思って悩んで悩んで今日の靴にしました。サホさん、ハートありがとう。そうなの、ソタロウは家族総出で選んだらしい、パパ、ママ、お兄ちゃん、妹って、で本人、ソタロウ本人の5人で選んだらしくって、5人で買い物行ったらしいから、そう、なんか私どうしようと思って焦りました。ねえ、リコちゃんの服もめっちゃ可愛かった、靴も可愛かったの、ヒールで、ヒールだけどなんか素敵なデザインだったんよ。素敵デザイン。クアドリさん、マイク音符ありがとう。墓参りしてちょっと移動したら、御手洗でクルーズの参加者を見かけました。
ありゃ同じ空間にいた。同じ空間。たかしんさん、ハート。パパパンダさん、ありがとうスタンプ、ありがとう。メロンのあそこさん、バラありがとう。こんばんは。あ、やばい、スマホがめっちゃあちあち。あち。今日ね、メンバーを撮影できる時間があったんですね。見たらいで。したら参加者のファンの方の一人の携帯が暑さでダウンしちゃって撮れなかったんよ。自分のグループの時に暑すぎて。だからね、後回しになってね、復活してから撮影してた。よかったよね、撮影タイムに間に合って復活が。もう相当暑かった。カメラとかも熱でエラー起きてたもん。スマホじゃないカメラも。もう暑すぎて大変。撮影会、あとツーショットも撮りました。あのね、今日のイベントは、あの申し込むときに推しメンを指定するっていう DD に厳しいミッションが与えられてたんですよ。単推しに優しい、単推しに優しく DD に厳しいミッションがあって、申し込みの時点で。でそれで最後、一番最後にその選んだ人とツーショット撮るっていうイベントがあったんだよね。だから複数、例えば私とソタロウに行ってる方とか、もう2人とかじゃなく複数行ってる方いるじゃん、両手もう両足みたいな方とかも、誰を選ぶか結構試練というか。そう、そんな中で私を選んでくださった方々、本当にありがとうございます。本当にありがとう。でもきっと私のところを選んだから他のメンバーに叱られた人も多いんだろうなって思ったよ。あ、きっとお話し会とかで後から詰められるんだろうな思ってたよ。でも選んでくれてありがとう。え、そう、全員、参加者全員取れました。ナイトクルーズはあのビンゴ当選者がツーショットなんですけど、あの今回の島旅クルーズは参加者全員ツーショット、イエイ。しかも推しメンと絶対取れるの。ナイトクルーズはナイトクルーズのねツーショット会はね、ちょっとねビンゴ大会で勝った方だったんですけど、そのビンゴ大会で勝った方々の全員がパセリサーヤンクルクルのチームでビンゴ大会したんだけど、その3人以外のファンの方っていう、まさかのまさかの本当にまさかすぎる出来事が先日ありまして、そう、ゆきりかとかあかりんさんのファンの方がビンゴで当選して、全然推しいないのに撮ってもらうっていうね感じあったんよ、前回ナイトクルーズの方は。でも今回は推しメンと絶対撮れるやつだったよ。江戸っ子のかずちゃん、そらそやかさん、音符、おみかんさん、回復役のぶろうさん、ハートありがとうございます。そうなの、そうだったよ。だから、いやでもさ、推し以外のツーショットとか行ったら推し面に怒られるじゃないですか。でもビンゴで当たったっていう口実ができるって思ったらいいイベントよ。めちゃくちゃビンゴだったから仕方ないじゃんって言って開き直って撮れるから。そうだよ、うん、まあ、そこから押し増ししてもいいと思うし、大歓迎だし、まあ、逆に自分の推しの方が、自分のファンの方が他のチームのとこ行って押し増ししてたらちょっと悲しいけど、なんでですかってなるけど、まあ、まあ、それも仕方がないのかもしれません。
悲しいね、そう思ったら。自分に置き換えたらめっちゃ悲しい、辛い、泣いてしまうわ。ひーちゃん推し、ハートありがとう。激おこかも、ビンタ案件かもだけど、でも本当に今回はね、船も違うし、全然また違ったイベントでした。ナイトクルーズの方はまたネットクルーズの方でもう楽しいので、まだまだね今後も続くらしいのでね、お楽しみにしていてください。ツーショット、ツーショット漏れてた。なんか最初海バックの予定だったんですけど、海バックが逆光すぎて壁バックになった変更になった。真、まあ、冬でもやるのでしょうか真、まあ、冬どうなんだろう。真、まあ、冬は冬で寒いのかな。でも真夏は真夏で暑かったけどね、秋ぐらいだったらどうかな。春と秋にやったらちょうどいいかもね。ホリエモンさん、マイクありがとう。うん、多分あのやっぱどっちも初めての試みだったりしたから、どんどん回を重ねるごとにさ改善点とか見つかって、どん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 進化するんじゃないかなと思っています。私はタウンさん、だるまありがとう。いや、まあ、冬のバスツアーやったけどめっちゃ寒かった、激寒だったな。高崎あゆ子バスツアーも冬だった。そういえば雪が積もっていました。とんでもない、とんでもないほどの雪が積もっとったわ。ちょっと見てほしい雪の積もり具合、見てよ、もうびっくりしたんだから。驚いたんだから見てよ、ほら見て見てよ、これ全部高さがある雪が、これ雪、この灰色のやつ、この物体雪、もう私のさ頭ぐらいまである高さの雪。これは寒かった、激寒だった。だから程よい時に渡しましょう。ファンのみんなさんがもうね過酷すぎるから、いい感じの時にまた。うん、そうだね、冬はあったかいとこ行って夏は涼しいとこ行こう。鍋パーティーは楽しそう。鍋パーティー喧嘩よ、喧嘩、私の椎茸とか言って喧嘩するかもしれない私の白菜、バトル勃発。 Z さん、ラブレターありがとう。ボコボコにします。うん、椎茸大好きだから椎茸は譲れません。お鍋の椎茸は譲れない。あとお肉、でも今度バーベキューイベントあるんだけどさ、喧嘩になるかなお肉で大丈夫かな、ちゃんと平等かな。誰々さんのファンの人はお肉ばっか食べてます、お野菜全然食べてません、大丈夫かな。どんな感じなんだろうねバーベキューは。バーベキュー、そうだよね、締め切りが迫っていますよ、バーベキュー締め切り。バーベキュー、ちょっと待って、私のメモ、あれ、私
私がメモした締め切り集が消えた、消えてしまった。19日まで。でも22時59分のタイプのやつだっけ。22時59分タイプ。昼タイプか、正午までか、12時までタイプか。月曜昼、じゃあ19日の正午、お昼までか。あ、じゃあお昼終わってよし帰って夜23時59分になる前に申し込むかと思ったら終わってるってことは危険。12時までバーベキュー危険だよ。19日正午だね。ありがとう、コメントで教えてくれてありがとう。BBQ 西さんありがとう、スタンプありがとう。昨日プリップリの椎茸をどう料理するか悩むっていう不思議な夢を見ました。何それ、平和の夢、悪夢かな、何なんだろうね、予知夢かな。椎茸夢占いって調べようか、おもろ、見たことないそんな夢。私椎茸大好きだけど、椎茸の夢占いあるらしいよ。椎茸の夢は人間関係を円滑にするチャンス、真面目で細やかな配慮を心がけることで人間関係が満たされる暗示です。周囲に対する素直な気持ちやちょっとした言葉がけが大きな効果をもたらす時です。人の手助けをできる場面はないか周りを見渡す癖をつけてみましょう。だってあるんや、しいたけの夢占いとか。あ、マッシュルームとかもあるよ、毒キノコ、松茸とかいろいろあるよ。椎茸、プリプリの椎茸だし。じゃあ人間関係を円滑にするチャンスがよりプリプリってことはよりあるってことじゃない？なんかプリプリの椎茸って円滑そうじゃん、なんか円滑に進む感じじゃない？わかんないけどイメージ。すごいね椎茸の夢。ボンベンさんアイスありがとう。人間関係大事ですからね。徳島のひーくんマイクありがとう。人間関係得意な方じゃなくて一人きりが一番楽だと思ってた。今日はね船の中で MV がずっと流れてました。モニターがあってミュージックビデオで懐かしい、もう先輩方のうわぁ懐かしいってなって、ああ、ひびりさんとか、みなみさんとか、おきさん、うわ懐かしい懐かしい、こうこさんとかなって、僕はこの海を眺めてるもんね、MV のやってた気がする。夢入り巨人軍さん、アンパありがとう。すごかったよ、いろいろ。すごすぎました。でも私が座ってる席が四角席だったんですよ。最初行きの道で座ってた席がもうそういうモニターが一切見えない席だったんよね。だから何が流れてたかは全然把握できてないけど、でも最初の方は暗闇と暗闇風を待つ大好きな人をずっとリピートされてた、ずーっとリピートで、途中から他の曲も「おもこい」とかも流れてたんですけど、「独り言」とか「無謀」とか。でも最初はね、ね、暗闇とかがずっと流れてた。金木星さん音符ありがとう。ね、もっと
といろんなとこ行ってみたい、あちこち。でも第2弾あったらまたメンバー違うだろうな、違う気がするよね今日のみんなに見せようと思ってさ、この写真選んだんですよ。シースピカの景色だよって、橋も綺麗に見えたよって見せようと思って選んだシーンがさ、見て半目半目だった、寝てるやん。最悪最悪です。こんなに写真があってさ、こんなにいっぱい写真があって、たまたま選んだ写真がその半目だったちゃんと目が開いてるやつは X 載せました、だから X 見てください。半目ばっかりなんだよ私、写真まばたきが多いんだよね。パチ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 って。もう39分でした、45分に終わります。30分に終わろうとか思ったら全然過ぎてた。45分に終わるね。大五郎さんハートありがとう。眩しかった、今日いい天気だったよ。ポカポカの、ポカポカとかじゃない、もう暑かった。もうポカポカ通り越してたけど、ポカポカ、もうボカボカぐらい、ボコボコ、もうなんかもうすっごいとんでもない暑さだったけど。三浦っちさん、なんかすごそうな、もうレインボーすぎるレインボースターありがとう。ハイビスカスもありがとう。おみかんさん回復薬、大五郎さんハート、ゼータン、夢川くまちゃん、 KY さんハートありがとうございます。三浦っちさん、夢川くまもありがとう、ありがとう。新一さん、オンパありがとう。次はどこをクルージングするだろうね、第2弾あったら。今回は MV 撮影地を回ったけども、どこ行くだろうね。行くかな、山口方面とか行きたい。広島の海をさ、こうやっていろいろ行くけど、他の瀬戸内の県のさ、とこでは船使ったことないかもしれん。いろんな県行きたい。この後アイス食べますか？配信前にもう食べちゃいました、アイス。ミッチお断りです。山猫坊主さんマイクありがとう。神戸港発も楽しそうだね。神戸港発行ったことあるわ、ナイトクルージングみたいな、お蔵入りになったやつSTU チャンネルで行ったやつ、神戸港から神戸港に戻ってくるやつやったわ、メンバーだけだったけど。そうコンチェルトお蔵入りのやつまた行きたい、今度こそ放送してもらう。ファンの皆さんも一緒にさ、あれフランベ見ようよ、お肉ブワー。のりさんバルーンありがとう。巌流寺はそこ、そうだよ、配信前にもアイス終わらせちゃった。確かに他の MV 地も行ってみたいね。 MV 今日はね、風を待つのとこは行ってない、尾道は行ってないから風を待つ、あとは無謀は岡山、あとどこ行け、ヘタレたちを、あとはあ、君は何を後悔するのかだったら大変君は何を後悔するのかの撮影地巡りとかだったらもう一年以上終わらない、全部の件で撮ってるから
もうとんでもない移動距離になるかもしれません。もう早朝から深夜まで楽しそう。でもちなみに私は岡山担当でございました。岡山の小島公園のバスケットゴールの下で撮りました。ね、大変。あれは1日じゃ回れん。大変です。プーさん、バルーン、キングさん、マイクありがとう。 PR 舞台の MV とこお台場急に東京。あれは PR 舞台の MV はなんであんな感じかっていうと、ちょうどあの広島でサミットが行われたじゃないですか、 G7 サミット。そのそれです。そういうことだったらしいです。 S7 っていう瀬戸内の STU の S、 S7 サミットっていうあの何イメージで作られたミュージックビデオが PR 舞台の MV です。だから瀬戸内をこう盛り上げる計画をみんながプレゼンをして、例えば福フェスとかパセリカ計画とかめっちゃして、そういう MV でした。でそこに千穂さんが遅れて走って入ってくるっていうやつ。そうそうなのよ。今日乗った C スピカもね、 G7 サミットのねロゴが椅子に描かれていて、すごかった。椅子の高級感すごかった。もう全てのもう船自体もだけど椅子もふかふかで、すっごい座り心地が良かったし、壁とかも素敵だったよ。ぜひ乗ってみてくださいよ。ぜひおすすめ。45分なった、やばい、終わる時間来た。終わる時間です。剥がしありがとう。とにかく今日の配信は今日のイベントが楽しかったよ。また次回あったらぜひぜひ検討してみてくださいねの配信になってしまいました。ありがとうございました。なんかめっちゃ喋っちゃったかもしれん今日。やばい、2時間近くしようとしてるよね。やば、早く休みますとか言って全然喋っちゃった。アシーさん、音波ありがとう。なんかまったりしすぎちゃいました。ありがとう、みんな付き合ってくれて。おみかんさん、読売巨人軍さん、音符ありがとう。おみかんさん、お疲れもありがとう。それじゃあ壇上タイムに行こうと思います。しんいちさん、ペンライト。さゆっちょさん、ハイビスカス。キングさん、マイク、ありがとう。それじゃあ13位からいきます。13位、ジロくん。12位、カズヤさん。11位、メロンのあそこさん。10位、クアドリさん。9位、ひろし BKK さん。8位、徳島のひーくん。7位、阿部ひろしさん。6位、ゆうたくん。5位、ゼータン。4位、ゼットさん。3位、みうらっちさん。2位、プーさん。そして1位、G2 さん。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんコメントありがとう、ギフトもありがとう。あと締め切りとかの日程を教えてくれた方、調べてくれた方もありがとうございました。ファーストアルバムのスペイベバーベキューに申し込もうと思っている方は19日月曜日の正午までです。もしかしたらパセリ締め切りを言うんじゃない、ライバルが増えるだろうと思っている方はすいません。あと今日は命の歌フェス2024全国放送です。 NHK 総合で2時38分から放送されます。ぜひご覧ください。録画とかもぜひして
何度も見てください。よろしくお願いいたします。それじゃあ今日はこの辺でおやすみなさいです。ありがとうございました。また明日。またねー。